マイケル・スコット・マシーニーは、アメリカ合衆国をイオ州コロンバス出身の元プロ、野球選手、監督、宇藤右打ち。2020年シーズンより、MLB のカンザスシテロイヤルズの監督を務める。経験に、裏打ちされた、ミなリードとゴールドグラブ賞を4回受賞した、堅実な守備と強権に定評があった。端正な顔立ちでもあり、ハンサムな監督としても名高い。 地元オハイオ州のレーノルズバーグ高等学校を卒業後、ミシガン大学に進学。1年時の1988年の MLB ドラフト31巡目でトロントブルージェイズから指名されたものの入団には至らなかった。大学4年時の1991年の MLB ドラフト8巡目でミルウォーキーブルワーズから指名され、プロ入り。契約後、 参加のパイオニアリーグのルーキー級、ヘレナブルワーズでプロデビュー。1992年に A 級ストックトンポーツ。1993年に A 級エルパソディアブロスと順調に昇格し、1994年4月7日にメジャーデビューした。1995年は正保守のジョー・リバード、ほぼ併用となった。1996年からは、 聖保守として活躍した。1999年にはブルージェイズでダリン・フレッチャーの控えとして出場した。1999年12月15日にセントルイス・カージナルスに移籍した。2001年にはわずか4票差でゴールドグラブ賞の受賞を逃した。2002年から2004年まで252試合連続無失策の MLB 歴代最多記録保持者である。 ト盗塁阻止率は2000年に52.7%、2001年に48.3%と、高成績を記録。2000年には、地震最高の打率、261を記録。2003年には、規定打席到達に迫る地震最多の498打席で、出塁率が地震最高の、320を記録。2004年12月13日に、 サンフランシスコジャイアンツと3年契約を結んだ。2005年にはいずれも自身最高の34二塁打、13本塁打、オプス701を記録。2006年5月31日の試合中にファウルチップがキャッチャーマスクに直撃し脳震盪を起こした。2007年2月1日に脳震盪の後遺症によるめまいや記憶障害を理由に現役引退を発表した。 2011年11月14日、ワールドシリーズ優勝後に優待したフルスカージナルスのトニーラ・ルーサの後任として2012年より監督に就任した。2015年、就任から4年連続ポストシーズン進出を果たした MLB 史上初の監督となった。2018年7月14日、ジョン・メイブリー打撃コーチ、ビル・ミラー打撃コーチ補佐と共に解任された。 47勝46敗で、地区首位から7.5ゲーム差の3位だった。全7シーズンで勝率5割以上だったものの、最優秀監督賞を受賞することはなかった。カージナルスの監督解任後は、カンザスシティロイヤルズの球団アドバイザーを務めた。2020年シーズンからは、ロイヤルズの監督を務める。年齢は、その年の万年齢で表記。順位の太字は、 ポストシーズン進出、ありがとうございます。